ソドー島に秋が来た。黄金色の畑は次々と刈り取られ、茶色の土に変わっていった。トーマスが走っていく秋をトラクターが忙しそうに働いている。帰り道でトーマスはまたトラクターに出会った。いや、俺の名前はテレス。畑を耕してるんだ。僕はトーマス、列車を引っ張ってる。それにしても君の車輪かっこ悪いね。そんなことないさ、これはキャタピラ。線路なしでどこにでも行けるんだぜ。僕はどこでも行きたいとは思わないね。線路が好きなんでね。お会いに行くさま。やがて冬が来て野山に雪が降り始めた。大雪になって列車が止まらなきゃいいが。機関士が言うとトーマスが笑った。まさか、こんな柔らかいものどうってことないさ。走れ走れ、どんどん走れ。終点に着いた頃には野山は雪にすっぽり覆われていた。トーマス、今度の旅にはこの雪かきをつけていくんだ。へっ、こんな柔らかい雪なんかでストップするもんか。雪かきは重くて窮屈だった。トーマスは怒って雪かきを揺さぶった。戻った頃には雪かきはボロボロに壊れ、取り外さなければならなかった。お前は悪い機関車だ。翌朝、機関士と助手が、彼らは一生懸命雪かきを修理したが、どうしても治らなかった。トーマスは喜んだ。いいぞ、雪かきをつけないで済んだ。さあ、アニー、グラベル、行くぞ。でも、アニーたちは心配だった。無事に走れるといいけど、心配だわ。もちろん、機関士と助手も心配している。この辺は大丈夫だが、森に入ったら雪は深いぞ。こんな柔らかい雪なんか。昨日だってあの変竹林が雪かきをつけなくても走れたんだもの。今日だって大丈夫さ。雪なんか怖くないぜ。トーマスは自信満々でトンネルに入っていった。ところがその先でトラブルが待ち受けている。立ち往生した。戻れトーマス、バックしろ。トーマスはバックしようとしたが、車輪が空回りして動けない。車掌が助けを求めて引き返していった。みんなは雪をかき出そうと必死だ。でもいくらかき出しても雪はどんどん滑り落ちてくる。ああ、車輪と連結器が冷凍になっちゃうよ。いつまでここに止まってればいいの。僕はなんてバカだったんだろう。バスが乗客の救助にやってきた。でもトーマスを助けてくれるのは誰だろう。それはなんとトラクターのテレンスだった。彼は雪なのへっちゃらだ。客車をどかすと、今度はトーマスのために戻ってきた。トーマスの車輪は無事に顔を出したが、動こうとするとまだ空回りする。テレンスは引っ張っては滑り、引っ張っては滑りしながら、とうとうトーマスを助け出した。これでトーマスも機関庫に帰る。機関士が言った。はい、そうします。トーマスは答えるとゆっくりと走り去った。